少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語「ニュースモール落語」をお送りするラジオ演芸金祭亭本日の演目は「立川少子のニュース落語発売記念逃亡七日目錦蛇どこへ」ですそれではラジオ演芸金祭亭 開園です、えー、逃亡7日目ニシキヘビへの一席でお付き合いを願いますけれどもあのー、すみませんうわおびっくりしたお取り込み中にいきなりすみません そうだよお前いきなり失礼じゃねえかよ人が脱皮してるときよ <laughs> すみませんなんだよお前見慣れねえ模様だなこの辺のもんじゃねえなはいインドネシアから来ましたすみません今警察に追われてるんで助けてもらえませんか <laughs> おい殺に追われてるってお前何やらかしたんだい いや、何って、ケージの鍵壊して、窓が開いてたんで出てきただけなんです。逃亡罪か。<laughs> そりゃおめえ捕まると大変だ。よし、俺が一肌脱いでやるで。あ、もう脱いだか。<laughs> ありがとうございます。任しときな。俺についてきな。こっちだ。蛇の道はヘビってからな。親分親分 マムシの親分。誰だよ、うるせえな、い。夜の健康一歩、マムシドリンクをゆっくり飲ませてくれ、にょろ。<laughs> さあ、今日もギンギンだぜ、にょろ。親分、夜早くからすみません。なんだい。誰かと思ったら、青大将の国へじゃねえか。どうした、にょろ。いや、実は、あの、いいか、あの方。 マムシの三代親分だ。なりは知性がな、猛毒を持ってらっしゃってよ。頼りになる親分さんだ。挨拶しな。こんばんは。はじめまして。飲んだよ。随分図体のでかい野郎だにょろ。タッパはどのくらいあるんだにょろ今は3.5メートルなんですが、いずれ7、8メートルくらいまでは伸びるかな。おお、生まれはどこだにょろ。インドネシアです。 はあ、そらまた随分遠くから気なすったにょろ。親分、そのインドなんとかってご存知なんですかいや、兄弟分のよ、ハブのゆうちゃんが住んでる沖縄よりももっと向こうの遠い国だにょろ。へえ、ハブのゆう兄貴ってのはまだお会いしたことはありませんがね、随分とお強い方だそうですね。 ええやって、初めて会った時にはな、マングースって野郎と、大立ち回りをしてるのを見たにょろよ。そりゃ強いのなんの、ああ、同じ毒持ちってことでね、陸兄弟のちぎり結んだにょろ。うん。<laughs> ゆうちゃんは強いだけじゃねえにょろよ。米軍基地があるから英語もペロペロだにょろ。<laughs> 俺が片言で、do you have poison? と聞いたら、 イエス・アイ・ハブラと <laughs> 面白いニョロ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 いや足にはよくわかりませんが <laughs> でこいつなんですけど逃亡罪で警察に追われてるって一つ助けてほしいそうなんですが。 ああ、そうか。ああ、本当はな、ヘビ界の難民申請をしてもらわなきゃならないんだが、いけないにょろよ。ただ、今、施設に入れられて、死んだ者までいるなんてことがあるから、うん、施設に入らずにどうだ。え、俺の子分にしてやるにょろ。え、良よいが、お前、名前はあの、アミニシキヘビです。ちょっと、アミニシキヘビは長いにょろよ。うん、じゃあ、今日からお前は、アキラだにょろ。 親分なんであきらなんですかにしきのといやあきらだにょろおお、あきら、親分がこぶしてるってよかったな。はい、国枝の兄貴、親分ありがとうございます。うれしいです。あの、お二人とはぐしていいですかありがとうございます。ありがとうございます。うれしいです。おいおい、おい、あきら。 うしいな、わかるよ。ちょっとお前、力が強すぎる。力がすぐおい、だめだ、あきら強いって、お前。やめろって。おい、な、強すぎる、にょろよ。にょろ。こら、緩めろ、にょろ。にょろよ、にょろ。にょろ。あっ、あっ、ああ。やっぱり笑ってしまいま恥ず、ね、かしい。自分でもこうやってね、客。<ー> あの、笑い声は高橋さんがね。そうですね。もう大笑いですよね、高橋さんも。懐かしい声でございましたが。いやいやもう、旗にかけるような笑。はい。えー、こういう作品が38本収録されております。はい、えー、立川昌志のニュース落語。えー、えね。アンサー書院から、ああ、9月24日発売ということで、えー、まあ、あのー、 新書サイズなので、割とこう、コンパクトでね。そうなんですよね、手に収まりがいいというか。で、1本が大体、時間にして4、5分なので、ページにしても4ページ、5ページぐらいですから、それが38本なので、ちょっとまあ、ざーっと全部読まなくてもね、ちょっと暇な時に読んでいただいてっていうような読み方もできると思います。このの出版を記念ししまてイベント やろうということで、6月19日、あさってですね、すね午後2時から、六本松蔦屋書店でトークショーとサイン会を開きます。えー、水木さんもね、来ていただいておる、はい、ようをやってもらいますけども、まえー、生で、あの、このお落語もね、皆 <laughs> さんにご覧いただこうかなと思っております、はいえー、ニュース落語。えー、ご参加希望の方は、六本松蔦屋書店のカウンターにいらっしゃるか、えー、電話でお申し込みください。電話番号が 七三一の七七六ゼロ。零九二七三一の七七六ゼロにお申し込みください。で、えー、もちろん、あの、当日いらしてね、あの、はい、カウンターに言っていただければ、それでも大丈夫なんですけれども。うんえー、その日同士のもう予定があるんでね。いけないんだよっていう方、参加できない方。というために。はい、なんと。プロデューサー太っ腹です。<laughs> 近ん。金サイト、お聞きのリスナー。五人に。 5500円だね立川総司のニュース落語 <laughs>、えー、これプレゼントいたしますよ、はいえー、あなたのおところお名前電話番号を明記してメールは「金アットマーク RKBR.JP」ファクスは092844-8844にご応募ください、はいえー、今日の正午、えー、お昼12時まで到着分、うん 有効とさせていただきます。はい、なお、当選者の発表は、プレゼントの発送をもって返させていただきますので、はいあ、当選した方はですね、本の到着をお待ちください。塗ってご応募ください。はい、え、そして、えー、六本松田屋書店で19日午後2時からお待ちしてます。HKT48 の矢野瀬令也です。RKB ラジオでお送りしている、ガールズパンチ HKT48 の桃ちゃんラジオ局、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、ス Spotify、 a m Amazon ミュージック、グーグルポッドキャストなどで、ももち浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。